32兆円決定政府は昨日新型コロナウイルス感染拡大に対応する今年度の第2次補正予算案決定しました。歳出総額31兆9114億円で追加対策の事業規模117兆1000億円です。経済対策として最大の4月の緊急経済対策に並んでいます。 え、感染対策の長期化に備えて、雇用維持、事業の継続に向けて、企業の負担軽減や金融支援の強化に重点を置いています。一時補正と二次補正の事業規模の合計、重複除いておよそ234兆円で、GDP のおよそ4割に相当します。二次補正では、休業で収入が減った事業者に対する、家賃支援の給付金、これを新設し、2兆242億円を 盛り込みました。 1か月の売上高が1年前の半分以下になったことなどを条件に、中小企業、個人事業主に1か月あたり最大100万円を6か月間支給しますえ、この第2次補正の予算のです、ね、内容ですが、藤士さん、これはどうご覧になりますか、これはですね、えー、2>, 2つ申し上げないといけないんですね、はい、これはの誤解ないように、しっくり聞いていただきたいんですけど、はい、やっぱりつの側面として、これではまだ全然足らない、足らない、はい、足らないという側面。はいはい えー、特に消費税について全く言及されていない,い、はい、これまだ少子千万だというのが1点。と、はいうの、えー、が1点で、で、もう1点はですね、差は去りながらもともとこれは、一時補正予算が通った時の直後のしばらくの間の与党、 こうまあ、長田町の雰囲気は、二次補正予算はこの国会では絶対議論しないと。はい。それを条件に一次補正予算を25兆まで膨らましたんだから、えー、ああ、二次補正予算っていうのは絶対やらないと。議論があったとしても、仮にあったとしても、飽きでやると。はい。それが条件で一次補正予算が通ったんだからという雰囲気があったんですよ。はい。 で、その時の雰囲気で僕はかなり絶望的な気分があって、これゼロかと。これは日本はもうこれで壊されるなと、はい、財務省に日本は壊されるなと思ってた中、はい、あの、今国会でこの32兆のところまで議論が、はい、できるということになったというのは、これは、あの、積極財政側の活動の、活動された皆さん、はい、並びに、 えっと、自民党の岸田政調会長。はい、そこれからそれを受けた西村担当大臣、うん、経済再生担当大臣。はい、並らみにそれを探した安倍晋三総理に、はい、これは一定、あの、評価を下さないといけないというふうに思います。すねえー、しかしながら、あの、もう一度同じことを繰り返しますけれども、はい、これが決まったからといって、これ、ろ手で、あの、今申し上げた皆様方、これ素晴らしいと、言ってる状況ではないですから、はいえー、あの、日本が潰れるかどうかの瀬戸際に、瀬戸際に立ってるわけですけど、これでも、これでも、 全全然足らなないっていうのが、はい、あののあこれが全体の大きな話です、す、はい、中身に関して言うとね、はい、これはあの32兆円というもので、これあの基本的にっ、えー、と補正予算ということになっているんですが、これを真水とこう評価するかどうかなかなか分かれるところがあります。はい、注意深く見ていかないといけません、はいえと。大きく分けて3つのパートに分かれています。はい、だいたい10兆、10兆、10兆だと思っていただければいいんですけど、はい、えとまず普通の予算。 の執行、はい、これが10兆円あります。はい、まあこれはもう完璧な真水です。はい、で次にあの予備費10兆円。これは感染症対策の予備費10兆円。はい、これがなかなか癖物で、はい。 これはあの、何使うか決まっていない、はい、わけですから、えー、使わない可能性があるはーはー例えば、土井竹郎というあの有名な近畜の御用学者と多くの人が言う先生がいるんですけど、はい、財務省の御用学者と目されている、はい、土井竹郎慶応大学経済学部教授というのがいるんですけど、はい、これはあの予算を使い切るのではなく、はい、少ない金額で効果を上げることが大切だと、予備費については。<ー>だから、予備費は10兆上げてるけれども、はい、これは、 可能ならば一円も使うなと。はい。いうことを土井武郎は言っているとはい。 ということはですね、これはあのー、大なる可能性で、まあ僕は確認したわけじゃないですけど、多くの人はこう思ってるはずです。あ、財務省にこういうオーダーが来た、あるいは財務省の忖度をして、こういう発言を日本経済新聞に書いてるんだな、ということがこう目に見えてますから、なんかここからこの10兆円の予備費というのが使うのがどんだけ使わないのか、はい、使うのが使わないのかっていう闘争が、実はこの財務省側と積極財政側であるで,でこの10兆ですね、もうこれからもう日本経済潰れますから、はい 本当にいち早く、ええ、もう一瞬で全部使い切るという闘争が、これがあるんだと。で、これで我ここで我々が財務省に負ければ、ええ、結局補正予算の額は22兆円になるーはーということになりますから,から、はい、でここはぜひ注意してください。はい、で、残りの10兆、これまあ12兆あるんですけど、資金繰り対策。はい。これまたなかなか微妙で、ええ、これ貸し取るだけかとはーはーいうことなんですが、我々、はい これ実はあの、政府とかうか、与党というか、そういうところに我々ずっと、えー、と、提案してたのが、ちょっと一般の方ご存知ないかもしれませんけど、ローンはローンでも、劣後ローンですよ。劣後ローン、はい。で、これ、ね、劣後ローン、ぜひね、この機会に覚えていただきたいんですが、はい、貸して、返すときに、はいはい、優先順位は低いよって言って貸してあげるんですよ。ははもしあんたお金あるんやったら返してねと。えー、余裕があったら返してねと。はーはー余裕なかったら、まあ、ええー、えわ。<ー>という、 ある時払いの出世払い。はい。出世払い的な仕組みが、劣後ローン、ね、というものなんです。はい。で、これ、そこをね、だから、あの、 潰れそうな企業にわーって貸して、ずっと儲からなかったら、それは結局、重当しただけで、投資しただけで、返さなくていいというようにもなるんですよ。はい、で、これ貸すときに、有料企業ばかりに返してしまうと、これみんな返してしまいますから。はい、だから結局、単なる有事。はい。あの、単なる銀行がやってるのと一緒なんですけど、この劣後ローンの場合は、その、本当に潰れそうな人たちに徹底的に重当すれば、あの、真水と同じ効果を持つんです。はい、ここもどういうふうに、この資金が、だから、この金で、なんかこう、 超有料企業にねボッコンボッコンこう入れていったら結局返せっていうことになりますから,、はい、だからこれも運用によって10兆円なくなると、えーはい、したがって運用が最悪であれば今回のお水の10兆円です、はいえー はい。で、運用適切であれば32兆円になります。そこが、あのー、うん、分からなくなってる。だから実は、32兆決まったのは、一方、その財務省との戦いを、国民と財務省の戦いがあってね。はい。僕は国民側に立って財務省と戦う、やっつけると。はい。まあ、やっつけるというのはお金を出させるってことですけど、はい、の中で、一定の32兆という勝利は得て、まだまだ僕はこれ全然不十分で、100兆取らなあかんと言ってる中で、3分の1しか取ってないですからね。ええ、はい。しかも消費税減税やってないですから、はい。こんなもの、千里の道のまだ2、3歩ぐらいの話ですよ。と<ー>いうか、1歩ぐらいの話です なわけですけど、えー、で,でも、この32兆の中でも10から32の間のバトルがあるんですよはい。 これはね、あの、しっかり勝たないといけなくて。で、最後です。で、この勝利に勝つには国民の皆様のご支援が必要です。あの検事総長の問題でね、あの芸能人の方の小泉京子さんとかをはじめとして、あの、ハッシュタグというもので、ものすごく、ある種ハッシュタグデモのようなものがあって、政治が変わったじゃないですか。それと同じことが、この、この100兆円真水、ずそれから、消費税減税に関しても、起きれば、我々に勝利は確実に、 訪れる。<ー>ところが起きなければ財務省がこっそり、もうガッソリ全部持っていって、はい、日本は潰される。えー、経済がね。そうです。えー、ですから、あの、それはね、本当の民主主義が、えー、機能するかどうかが問われてるわけで、はい、今回一部、はい、あの、岸田政調会長、西村大臣、それから安倍総理は、我々側に、あの、一部勝利を、のかけらをいただけたわけですけれども、こ,うこちら側 配慮したわけけですどまだまだというか、全然、その、よかったね、もうあなたたちゆっくりしてよっていうような状況じゃないまだまだ足りないです。全然足りない。ハッシュタグで。で、しかも10兆から32兆までの幅があるんだから、これを主主義と、我々国民と財務省の戦いはまだまだ続きます。そうなんですね。あとは、その、例えばですよ、具体的には店舗の賃料の支援とかね、そういったもの、まあこれを盛り込んだ対策は評価できるんですけども、じゃあスピードどうなんだっその通りです。ね。 早く一日も早く執行していかないと、潰れた後で、死んだ馬、デッドホースにどれだけ薬をあげても死んだ馬じゃないですか。デッドホースっていうのはそういう意味ですけど。そうなる前に、ちゃんとこう、品種の状況までの間に何とか薬を投与して、もう一度健康に馬になってもらう。これデッドホース、リ,リビングホースですかね。だからそういう状況にしないと。 いいけないわけなわで迅速な対応が求められます、えー、ですから、あの、物手を挙げて褒めるような状況で全然ない。まだまだ,だ、ね。まだまだ、超緊急事態です。経済、はい、の方は緊急事態宣言をやるべき状況ですから。